はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は鈴木武蔵争奪戦に動きあり、メシノがガンバ大阪復帰で点々点と、書いてますけれどもね、珍しくお昼に動画上げております。本日ですね、これメシノ選手がガンバ大阪復帰するんじゃないか、ガンバ大阪が、再獲得に動いているというお話が出てきました。スポーツ報知さんですかね、報道が実際にあったんですけれども、このメシノの、移籍とか、ガンバ大阪復帰となると、先日報道された鈴木武蔵、獲得争奪戦、この3チーム浦和ガンバ、神戸名前が挙がりましたけれども、この辺にもちょっと影響があるんじゃないかと思って考察動画ですねやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、こちらはメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方でも J リーグの移籍の話とか、やっております。極力、移籍の話はこういう風に、早い段階でやっていこうと思ってるので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますと。ということでこちらはですね、メシの、ガンバ大阪、元ガンバ大阪のメシの選手が復帰するんじゃないか、ガンバ大阪が再獲得狙っているんじゃないかというお話が出てきましたね。このメシの選手でございますけど、現状お話しすると、今季ポルトガルですね、今年ポルトガルで9試合に出場して、しかし先発は0ということで、1得点上げてはいます。この9試合とか、この出場試合数の少なさというのが、実力によるものなのか、怪我とか、コンディション不良によるものなのか、ちょっとそこは分かんない部分も正直あるんですけれども、いずれにしてもちょっとメシの選手にとっては今年不完全燃焼の1年で終わったらこれ間違いないっていう話でございますね。で、ガンバ大阪の現在の事情で言うと、宇佐美選手の穴が埋め切れておりません。レアンドロ・ペイラ選手とかパトリック選手とかいるんですけれども、なかなかこう得点が伸びてこずに、結構苦労してますね。このフォワードのポジションのとこ結構苦労してるイメージがあるガンバ大阪でございますんで、フォワードの獲得は必須だよねっていうのは今年の夏の課題であったらこれ間違いないというのでね、先日ですね、そんな中、先日鈴木武蔵選手が、これね、J リーグに復帰するんじゃないか、ガンバ大阪とかヴィッセル神戸とか浦和レッズが狙っている争奪戦報道というのがありまして、オファーどこまでオファーを出しているか分かりません。もしかしたらこれ3チームと、興味段階、まだちょっと獲得をこれ、検討段階とかそこは分かんないんですけれどもね、実際にしかし、このガンバ大阪が獲得に動いているという報道が出た直後のこのメッシの選手の、ガンバ大阪復帰、再獲得報道ということでね、メッシの選手とこれシティ、もともとマンチェスターシティの選手なんですよね。でそことの契約、シティとの契約が残っているという話でございますんで、多分このままいくとですけれどもね、ガンバ大阪は移籍金を払ってメッシの選手の獲得が必要となってくるんで、この夏必要となるのはメッシの選手の移籍金とメッシの選手の、シーズン残り半分の年俸分となっていくんで、割とお金がかかってくるということを考えると、鈴木武蔵へ使うお金がどんだけあるのかという疑問が生まれるわけでございますけれどもね、もちろんこれクラブ間のこれ話し合いとかによっては、移籍金の減額とか、移籍金もゼロでもいいよとかね、っていうのももちろんこれは可能性としてはゼロではないんですけどもね、ゼロではないんですけれども、しかし、シティもですね、多分メッシの選手お金かけて取ってきてるはずなんで、いくらかも欲しいというのはもちろんこれあります。今度減額は、移籍金の減額は可能と思うんですけれども、どこまでそれができるかどうか、それによって、これ、鈴木武蔵選手への投資というのがどんだけお金がですね、かけることができるかどうかも結構かかってくるんで、本当お金とか移籍の話でややこしいんですけど、ちの僕の中でありますけれどもね。で、ということで鈴木武蔵争奪戦に動きがあるということで、現在神戸、ガンバ大阪、浦和レッズが動いているという話があります。個人的には札幌に戻るのが一番お互い幸せじゃないかって思っているわけでございますけれどもね、現在札幌本当苦しんでいる状況であります。センターフォワードがいません。中島選手とかはね、フォワードセンターフォワードいるんですけれども、なぜか使われないというのが、札幌の事情、本当ゼロトップでガブリエル・シャビル使ってとかしているぐらいちょっとなかなか苦しんでいるんで、鈴木武蔵を僕はもちろんこれ浦和レッズサポーターであるんですけれどもね、浦和レッズサポーターであるんで、鈴木武蔵浦和に来てほしいっていうのはもちろんあるんですけれども、しかし今一番鈴木武蔵が幸せなのは札幌に戻ることかずっと思っていたんですけど、今回一応報道で出てるのはこの3チーム中話でございますね。でこの3チームのちょっとお話をしていくと、ヴィッセル神戸はもちろんこれ大迫がいて、武藤がいて、リンコンがいて、小田がいるというのでね、この辺ね、多分鈴木武蔵から知ったら出番がないんじゃないか。もちろんこれ、4-3-3システムとかね、これ鈴木武蔵の、ポジションを作ることによってっていうのはあるかもしれませんけど、ローティーナ監督基本的に4バックのチーム作ってくるんでね、4-3-3の可能性あるとしてもですけどもね、どうなのか分かりませんけど、3トップに進んであれば、鈴木武蔵をウィング
武藤と使う、同時起用ですね、左右のウィングで鈴木武蔵と、武藤の2人を使う可能性あると思いますけれども、まあそういうことでもそれ次第かな。それこそまあお互いのこれ、メリットデメリットが一致すればっていう話で、ございますけれども、あとまあ鈴木武蔵がやっぱ大迫さん、武藤さん、イニエスタさんと、僕はプレーをしたいんだっていうとこれ分かりますし、やっぱそういうまあ魅力が神戸やっぱりあるんでね、まあ、そこは分かんないんですけど、単純にやっぱセンターフォワードとしての鈴木武蔵の出番は少ないかなっていうのはあるんで、まあ、鈴木武蔵がどこでプレーを、したいか、これ場所というかポジションですね、どこのポジションでプレーをしたいかとかにも、寄っていくと思いますけれどもね。でガンバ大阪の事情とすると、まあ、さっきも言ったメッシの獲得で、まあ、フォワード補強は終了するかもしれませんよね。さっきも言った通りお金がかかってくるんで、ここはまあなんとも言えないところであるんですけども、まあ、だから補強費がどんだけ残ってるかですよね。でとなると鈴木武蔵は浦和じゃないかって僕も思ったんですけれども、とはいえ浦和もまあリンセン獲得濃厚中も、フェイエノルトがこれ関係者も、来日してとかね、リンセン自身もこれ、来てんじゃねえかとか、まあ、いろんな話あるんですけど、まあ、本当どうなるんですかね。まあ、リンセン獲得濃厚って出てる割にはなかなか、発表されずにこの J1 中断期間が終わろうとしているということは、これ中断期間にまあ本当はね合流できれば一番良かったんですけども、中断がまあできていない、これは一応僕の中の考えではあるんで、外れてる可能性が高いんですけども、多分リンセンと浦和の中でもしももしも、もしも揉めているものがあるとすれば、僕は休暇の問題かなと思っていて、というのもリンセン選手のところ、長い長いヨーロッパでの、戦いを終えたばっかり、多分少し休みたいと思ってるはずなんですね。それこそ、まあちょっとリンセン選手が、結婚してるか分かりませんけどもね、そういうまあ家族との時間とかも、大切にしたいっていうね、これ外国人選手ももちろん多いんで、ちょっとこれシーズン終わったばっかりなんで、ちょっと来日待ってくんないかとね、ちょっと浦和レッズに加入はするんだけど、ちょっと休ませてくんねえかっていうのがもしかしたらあると思うんです。そういうオプションとか来日とか、まあ、来日とか、まあ、試合いつから出るかとか、その辺のまあ合流時期で揉めてんじゃねえかなって個人的に思っているんで、まあ、多分そのうち発表は、されると思いますが、思うんですが、今年のシーズンはね、ご存知の通り閉幕が早いんです。シーズン終了が早いんで、まあ、リンセン獲得したとしても、まあ、これ他のチームもそうなんですけどもね、まあ、後半戦の出番というのは10試合前後になるかもしれません。本当昨年であればもっとね、これ夏場に獲得した選手は後半戦もっと出番が増えるはずであるんですけど、今年はシーズンの閉幕が早くて進みも早いんで、まあ例年に比べるとこの夏に獲得した選手の出番というのは少ないという話に今年はなってくるんでね、というのもあって浦和も早くちょっと合流してほしいというのがあると思うんですけども、まあということで鈴木武蔵は結局どこに行くんだっていうことになるわけでございますが、まあ一応僕の中の結論で言うと、この神戸、ガンバ、浦和で言うと一番高いのはガンバかなって正直思っていて、まあやっぱりね、メッシの獲得で結構お金は、ね、かかると思うんですけれども、やっぱそれでもフォワードとかね、特に鈴木武蔵はシャドウでのプレーも可能、まあワントップでも起用できますし、シャドウでも、ね、プレーできる、トップ下の的な位置でもプレーができるんで、ちゅうことを、まあ、考えると、まあこれ、まあガンバ大阪が、まあ、ワントップ、ツーシャドウの形も今年やるんで、まあメッシのとか、これ鈴木武蔵のポジション結構あるっていう話でございます。しかもこれ、まあ言うて宇佐美にしても、これ、パトリックにしても結構高齢化、年齢を結構重ねているんで、まあ、来シーズン以降のことも考えると、この辺で、まあ、実力のあるというかですね、 J リーグで実績のあるちょっと、まあ、若手中堅選手の、まあ、鈴木武蔵も若くはね、本当若くはないんですけど、まだバリバリあと数年間はね活躍できる選手なの間違いないと思っているんで、本当来年以降の投資っていうことを考えると、まあガンバ大阪が鈴木武蔵の獲得にこれ動いてもおかしくはない。それこそね、来季は宇佐美、鈴木武蔵、メッシのね、この3トップというかワントップ、ツーシャドウの、形成とかもあると思うんでね、まあそういう意味ではね、ガンバ大阪に行くのが僕は、幸せじゃない、この3チームで言うとですね、もちろん、何回も言ってますけど、僕浦和レッズサポーターでありますし、まあ、鈴木武蔵の活躍はビファーレ長崎、まあ、地元の長崎での活躍と見てきたんで、まあ、本当浦和はね、鈴木武蔵の獲得動いてほしいっちゃ欲しいんだけど、もしリンセン獲得であれば、まあ、無理して動く必要はないのかなというのがあります。まあ、それこそ鈴木武蔵の、まあ、持ち腐れじゃないですけれども、ね、ちゅうのもやっぱりよろしくないとね思うんでね、まあ、そういうことを考えると、まあメッシの獲得したガンバ大阪がさらに、まあ、鈴木武蔵に動いた方が、まあ、お互いにとってはメリットあるのかなというのはやっぱりあるわけでございますけれどもさ、この辺どういうふうにまあ皆さん考えるか、よかったらですねコメントによろしくお願いいたします。まあ、本当ねこれからどんどん移籍の話というのは出てくると思います。それこそね、あの選手がそのチームにとかね、これから、どんどん動きがあると思うんでですね、まあ、極力ね、まあメインチャンネルでもサブチャンネルの方でも移籍の話はやっていこうと思っているんです。本当速報、まあ、速報というか移籍の話は極力早くというのがいいんで、僕もちょっとそんな暇ではない、そんな僕も、暇ではないんですけれどもね、というのがあります。本当ねそういうまあ移籍
績の話とか、まあ、速報系の動画、そこを意識して今後やっていこうと思ってますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということで、今回以上になりますね。以上、パルプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。